ようやく終わったな、シャリー。うん、結果は村に帰ってみるまではわからないけど。でも当座の水不足はペリアンさんがどうにか都合してくれるって。それに大丈夫、水が枯れた原因もこれからどうすればいいのかも分かったから。時間がかかってもきっと水源は復活するよ、兄様。ステラードに来てお前は変わったな。そう？ああ、すごく。兄様だって少しは変わったじゃない？そうかな。そうだよ、お前に比べればビビたるもんだよ。まだまだ広い世界や知らないものがあるって思い知らされた。また旅に出るつもり？できるならそうしたいと思ってる。村のしきたりがあることも分かってるんだけどな。私と一緒に海へ出る？ユリエ、目指すは一攫千金。一攫千金。俺は族長になるシャリーをこれからも守っていかなきゃならないんだ。好き放題はできない。ううん、私行ってきてもいいと思う。なんだって？兄様は兄様のやりたいことをした方がいいわ。私がそうしたように。村のことは大丈夫、私が絶対に何とかしてみせるから。だから兄様も兄様がやりたいことをして。まったく俺の立場がないな。これはどうですか？ソウル、また腕を上げたな。ホムラちゃん、こっちのタルトも食べてみて。エスカ、凄腕のハンターにその呼び方はやめろ。ふんふんふん。どうしてシャリーちゃんのホムホムが良くてホムラちゃんはダメなの？それは、コルセートのリンゴの味だな。まったく、ソウルさんもエスカもホムラを太らせる気ですか？こんにちは。なんかいい匂い。あ、シャリーちゃんたち、二人も食べてみて。私の得意料理なんだ。わあ、リンゴのタルトですね。いい香り。エスカさんの故郷の特産品でしたよね。おいしそう。これ今年うちの畑で採れたリンゴで作ったんだ。今年もかなり豊作みたいだな。ニオが悲鳴を上げてる姿が目に浮かぶよ。また腕が動かなくなっちゃうってさ。ニオさん、会ってみたいな。私もアーシャさんみたいな人なのかな。割とタイプの違う姉妹だよな。わあ、ますます会ってみたい。エスカさん、ロジーさん、そろそろ休憩を終わりにしましょう。仕事に戻ってください。はい。じゃあ俺は続きの部分から始めます。正式に支部を開設する話も出ているので、お二人には期待していますよ。文句を言っていても仕方ないだろう。俺もいるし、一緒に問題を片付けてそれから帰ろう。ロジーさん。はい、私頑張ります。エスカ、リンゴのタルトもっとよこせ。あ、はいはい。まだいっぱいリンゴが届いてるんだ。だから
シャリーちゃんたちも遠慮しないでどんどん食べてね。やあ、錬金術師のお二人さん。あれ、ハリーさん、どうしたんですか？ちょっとした名刺会といったところかな。名刺会？オルソン氏は世界をまたに広く商会を経営し、本も執筆している名士と聞いたが、なかなか気持ちの良い人柄だな。いやいやいや、ベリアン氏の見識と旧時代史への造詣の深さ、それから高潔な人柄には感心しきりですよ。親しくなったんですね。今後はハリー商会とペリアン商会でぜひとも協力し、広く知識と物流を広めようと壮大な計画を立てていてね。この年になって商売上で冒険をすることになるとは思わなかったが、これも新風のおかげかもしれん。そうですとも、冒険心こそが黄昏を克服するのですよ。詳細に加え豪快な人柄だ。ペリアンさんが笑ったの初めて見た。ステラードはますます繁栄していきそうだね。自分と姉妹たちが単一の素体をもとに作られた人工生命体だったとは、なんとも不思議な気分です。本当はお伝えするの迷ったんです。その、いえ、知らせてもらえてようやく何もかもが腑に落ちた気分です。お二人がいなければそんな事実にも気づきませんでしたから。そうですね、コルセイトの末っ子にもいつか再会したいものです。そんな日が来るといいですね。そうですって、案外仲良くなれるんじゃないかな。思い切って会いに行っちゃったらどうですか？いえ、私から会いに行くというのはどこか悔しい気持ちがあります。やはり別の私の方から訪ねてくるのが流儀というものかと。何の流儀なの？あ、キース・グリフさんとオデイリアさん、アーシャさんもお揃いで。どこかへ行っちゃうんですか？ああ、ここでの用事は済んだからな。もっとのんびりしてけばいいのに。そうもいかないんだ。あの種のことも調べなきゃいけないし、他の場所の追跡調査もあるし。お忙しいんですね。ここには想定以上に長居をしてしまったからな。でもきっとまた会えるよ。ここにはまだまだ調べたいことがあるしね。マスター。なんだ？私はここでソウルのお菓子というものを食べ損ねてしまいました。これは大きな経験的損失です。そんなものは大した損失ではない。甘いものなら後で俺が買ってやる。そうですか。あの、もしよかったらこれ。これはソウルさんの作ったお菓子です。どうぞ。ありがとうございます。これは繊細な食感と味覚の中にも食べる側への細やかな気遣いが感じられます。郷愁を誘うバニラの香りにシナモンとオレンジのフレーバーが絶妙なハーモニーです。良いものを体験させていただきました。オディーリアさんって可愛いところあるんだね。では行くぞ、アーシャ、オディーリア。はい、マスター。あの、ありがとうございました。母さんのことも町のことも本当に本当に錬金術との向き合い方、とても勉強になりました。
じゃあまたいつかね。ステラと会ってからなんだかすごい時間が早く進んだ気がするよ。うん、私も。でもここに来てロッテと会っていろんな体験をしてなんだか新しい自分になったみたい。新しい自分か。私もちゃんと前に進めてるのかな。ロッテも変わったよ、絶対。だといいな。ステラは戻るんだね、村に。うん、私自分のやらなくちゃいけないこととか大切なこととか分かったの。だから。そっか。よし、夢が増えたな。私もこの町でできることをやる。それで自分の船を持ってきっとステラに会いに行く。私はロッテに褒められるような、ううん、ロッテに誇れるような族長になる。じゃあまたね、シャリこれからの私がしなくちゃいけないこと、したいことって。